おい、何をしている？おとなしくしろ。それ、静かにするなら話してやる。あの…だから落ち着け、お前は。今のは…ただの…タク？大丈夫か？おのえ…人…なんか、発作を起こしたんだよ。しかも急にさ…私たちも、パニックになりそうだったの。そしたら…久野里さん…まったく、素人どもが…こんなところで何をしている？やっぱり…お前たち、誰かに連れてこられた、というわけではなさそうだな。ということは、まさか、忍び込んできたのか？どうって。私たちですら、ここのキーを入手するのに、かなりの苦労を強いられたんだ。なのに、なぜ？久野里…まあいい。とにかく邪魔だ。今すぐ帰れ。おいおい、そりゃないだろ。助けてくれたのは感謝するけどさ、いきなり邪魔者扱いとか…騒ぐなと言ったのが聞こえない…もう一度言う。邪魔だ。帰れ。僕たちは。私たちは、やらなきゃいけないことがあって。おのえ。おのえ？お前。え、そう。何か。いや。危険なのは分かってます。誰がお前たちの心配を。え？私は私の目的があってここにいる。お前たちに勝手な行動をされて。その目。お前たちには関係ない。いいですよ。だったら僕。しますから。何？理由も話せないような人の言うこと。貴様。さあ、タク、しんちゃんも行こう。急いでタクのスマ。ああ。やっぱ女って、いざって時、強えな。だったらおとなしくついてこい。私の言うことに逆らうなよ。え？いいんすか？時間がないんだ。しかも、ここまで慎重に調査を進めてきたのに、お前たちが見つかったり、騒ぎを起こされでもしたら、すべてが水の泡になる。それで、最後にはこっち。話は終わりだ。壁沿いに、静かについてこい。大きな音や声は出すな。
この中に人が？いや、まさかな。なんか気味悪いな。だから。すいません。あっ、遊びじゃないんだ。なんなんだよ。静かにしろ、騒ぐな。止まれ。壁に張り付いてじっとしている。向こうにはこっちが見えて。喋るな。もっとお歌を歌ってほしいの。自分たちがどういう場所にいるのか、少しは分かったか。帰りたいと泣いても、もう遅いからな。そこが目的の部屋だ。目的の部屋？来い、遅れるな。おい。はい。見張りくらいはやってもらおう。ドアの外の音に注意してろ。了解。見ればわかるだろう。でも、勝手に立ち上げた。どうして？だって、ネットで繋がってたりしたら。心配ない。こいつがスタンドアローンだということは確認。お前たちが思いつくようなことを、私が考えないとでも思ったのか。馬鹿にするなよ。
これはフォルダ自体にパスがかかってるな。ああ、なんだよ。彼女学校で見、いや、どうしてだ。学校にいたんだよ、うちの制服着て。だからうちの生徒のはずなんだけど。そうか、お前も見たことないのか。マジかよそれ。嘘だろ、こんな美人俺がチェックしてなかっただと。あの、何を調べてるんですか？この施設で何が行われていたかだよ。この施設って病院とは何か関係？黙ってろと言った。タレット。これ、いや違う、あれは、そうか、ロールシャッハテストだ。ほう、抜けた顔をしているが最低限の知識はあるようだな。ロールシャ、あれだ、確か性格診断かなんかの。そう、インクの染みでできた全く意味のない図形が何に見えるかで、その人の性格や思考が分析でき、正確に言えば、インクの染みを落とした紙を真ん中で折り曲げ、それで生じた左右対称の図形を使う。ただし、ロールシャッハテスト自体、果たして精神分析法として有効かどうか、疑問視もされているんだがな。ってことは、ここはその、上にある精神科と同じような施設だったということですか？違う。ここはそんな生優しい場所じゃない。センスへの断続的刺激による臨床実験。思った通り、ここでは脳科学方面からのアプローチによる臨床実験が行われていたようだな。脳科学？うるさい。でも、僕のよく知ってる子がここにいたかもしれないんです。人体実験。簡単に言えば、人間の脳をいじる実験だよ。脳をいじるって、そう。だから言っただろ。ここはそんな生優しい場所じゃないと。ちょっと待て。なんだよあれ。超感覚的知覚に関する臨床実験。特殊な事象異変を発現させるための具体的傾向。視覚刺激による発症。的中率 9.25%。中脳辺縁系ニューロンのドーパミン分泌の誘発による発現。視床下部損傷と切除。発症見られず。思考のトレース。リモートビューイング。妄想の増幅による事象への影響。
人間の脳をいじって超常的な特殊能力を発症させる実験？おい。これ本当なんですか？こんな。実験自体は、随分と前から行われていたようだ。この病院が？ああ。それで。はあ？今は、行われてるんですか？いや。ある出来事をきっかけに中止されたらしい。中止されたのはちょうど6年前。2009年。11月6日。それって、渋谷地震の日。地震のせいで研究どころじゃなくなった。いいや、違うな。この病院は震源域のぞ。じゃあ、どうして？だから、それを探って。いいから、おとなしくしていろ。これは11番目のロールシャッハが脳に与える影響。11番目。どうしたんです？ロールシャッハテストには10種類の絵しか存在しない。11番目なんて聞いたことも。だから黙ってろお前。力士シール。タク、しっかりしてよ、タクってば。なんだか、気持ちがいいね。ほら、見て見て。私とタクも、お揃いだね。今すぐお前も、あいつのようにしてやる。だから、じっとしているがいい。トク？
起きられるか？ほら。軽い。うん、画面にね、例の怖いシールが。そうか。確かめてもらいたいことができ。あのシールなら。いや、あ、見るなって言ったり見ろって。なんだ。わかりましたよ。お前に確認してほしいのはこのファイルだ。11番目のロールシャンハ。さっきの画像に何らかの効果があるとみなされて、初めて実験に使用されたのが2007年とある。自傷変異を起こす素養を持つ存在のみが人の顔を模したように見える11番目の画像に対し、通常の人間とは異なる反応を示す。この症状が最初に観測されたのは、被験体番号第79号、南沢千里からであり。どうだ？その子に見覚えが。たく。あ。彼女はどうしているんだろう。彼女は11番目の画像で特殊な兆候を見せた被験者としてかなり強引な実験を受けていたようだ。でも死ぬことなく生き延びた。だが渋谷地震の時に運悪く震源域に居合わせて、それ行方不明。いや、正確にはこの実験施設が地震の直後に機能を終えてしまった。そうですか。ごめん、南沢、千里さん。南沢さん？あれ？でも。なんだ？この実験施設、機能を終えたって。おかしいですよ。その割にあちこちに人がいましたよね。それに小さな女の子も。うん、そうだよ。俺たちその女の子を追ってここへ来たんです。ここが廃棄された施設って言うなら、あの子一体何を。ああ、そのことか。ここは今実験中にトラブルのあった被験者たちの保護施設として使われている。実験中にトラブルのあった日、実験に失敗して脳に損傷を負ったり正気を失った患者を程度によって軟禁もしくは監禁しておくための地下収容所ということだ。まさか。ありえねえ。ひどい。目的のためならどんなことでもやる連中がいる。お前たちが相手にしているのはそういう連中なんだ。だから最初に警告してやったろ。これで見る限り現在でも20名近くの人間がここにいるようだな。待ってください。その子、
間違いないよ、タク。名前は、山添ウキちゃん？この子ももともと、実験に使われた被験者だったようだな。え？幸い、彼女は最後まで正気を失うことなく実験に耐え、生き残った。今はこのフロアで、収容者たちの世話をする仕事を与えられているらしい。収容者たちの世話？いや、ダメだ。ミカ、あの状況だと、僕のスマホを拾えたのは彼女だけなんだ。解約したはずのスマホから電話してくるなんてゲート、そういう能力でもない限り不可能じゃないか。実験の結果、ディソードの発言は全被験者の 0.01% に満たず失敗と断定。別の技術を模索すべきと結論。ちっ、やっぱりか。バカな科学者どもが。ディソード？そろそろ時間的に限界だ。え？これ以上ここにいればはっきり。でも僕たちの目的がまだ。お前たちは計画がずさんすぎる。この施設内の構造すら知らないのだろう。そんなことでは、探したところで無駄だ。どうした、宮代？このモニターの電源がないか探してるんだよ。無駄だ。そもそも、その監視システム自体動いているのかも。おい、勝手に寝るんじゃない。お前はなかなかいい脳みそをしているな。ピンク色でシワが多くて、とても美味しそうだ。それは喜んでいい？もちろんだ。さて、それじゃあそろそろいただくとするか。人間の脳はこうして生きたまま食べるのがうまいんだ。では失礼して。ああ、ダメだ、止まらない。食べられるってこ、もっと、もっと食べて。僕は食べ。食わり。
急げ。もうじき警備が回ってくる時間だ。ごめんなさい。ちょっと窮屈だけど我慢してください。起きたらまたお散歩に行きましょう。ああ。あ、はい。今行きます。待っててください。いた。あの子だ。よかった。彼女はまだちゃんと正気を保ってるようだ。あの、彼女からどうやってスマホを返してもらえばいいでしょう。私はあの子をここから連れ出す。スマホの話なんて。え？は？あ、誰ですか？ああ、うん、もう、ダメだ。走れねえ。地下施設は、もう大騒ぎになってるはずだ。ここも間もなく見つかる。死にたくなければ、足を動かせ。行くぞ。それほど長い効き目の薬は使ってない。急がないと目を覚ます。何よ、ミオちゃん。ずいぶん賑やかじゃない？
ここだ。ああ。何をぼさっとしている？お邪魔します。人の家の中を、じろじろぶえ。家って、どうした宮下。おっ！それよりお前。え？お前だ、宮代拓。はい。なんでしょう。お前は何の能力者だ？は？さっき言ったろ？あの地下施設は。それはたまたまですよ。隠すな。だから違います。監視モニターがいきなり起動したのだってそうだ。大体何を根拠に。地下施設にお前たちが潜入しているのを見つけた時にな。お前かそっちの彼か。俺も。ああ、だがお前の方はその後反応。11番目のロールシャッハ画像を見た時の反応だよ。だが宮代拓。いや、だってあんな気色悪い絵ですよ。お前のはそういう反応とは全く違う。じゃあ、身の潔白を証明するために、もう一度見てみるか？あのが。嫌です。やめてください。いい加減にしてください！一体何なんですか？特に超能力って、そんなアニメ。何？おのえ。タクは人が殺された場所とかでいっぱいあのシールを見てきてるんです。私だってラボ。そんなくったらないことが証拠だって言うの。いや、お前はち。なんでですか。おのえ、その。え、でも。いいから、本当にサンキューな。
また出かけるぞ。まあ、今度は命の危険はないだろう。安心するがいい。ふむ、こんな時間によう来たの。まだ閉店時間までは間があるゆえ、ゆるりと過ごしてゆくがよい。え？ふむ、こんな時間によう来たの。ゆるりと、用が済んだらすぐに帰り、遅かったな。私にだって準備くらいあるんです。あれ？ひなちゃんだ。どうもー。これってどういうことっすかね、先輩方。知らねえって。俺に聞かないでくれ。っていうか、久の里さん、便利に使って巻き込むのはやめてほしい。互いに情報の提供をする。そっちばっかり私を利用してるくせに。いいから座れ。それで、何なんです？口で説明するよりも、見せた方が早いと思ってな。